麻酔科医富永清です。私は性交の痛み、性交痛に特化した性交痛外来を愛媛県松山市で開業しています。このチャンネルがいいなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。よろしくお願いします。通常自分の体に対してできる性交痛のケアとして最も重要なものは2つです。局所デリケートゾーンにおける正しいマッサージケア、2つ目がですね、骨盤底筋をしっかり鍛えていくということになります。この2つが組み合わさることによって局所の血流、筋力アップ、これらの底上げが性交痛の原因をどの性交痛においても非常に効果的にサポートできるということになります。痛みというのはですね、外からは見えません。実際自分が感じている痛みというのも3つに分けられるんですけれども、1つはですね、傷、炎症などがある場合に感じる痛み、2つ目は神経そのものが性交痛を感じている神経陰性の痛み、3つ目は脳で痛みを感じてしまう心因性の痛み、これらがあります。しかもこの3つの痛みというのは単独で独立してあるわけではなくって、3つが折り重なる円のように複合的に絡み合いながら性交痛というものを成り立たせてしまっています。ですからそれぞれに対するアプローチを的確にすることによって性交痛の原因から根本から治療するということになります。炎症があったり傷があったりする、これでしたらもちろんお薬であったり抗生剤、抗ウイルス薬の投与によって治療していくわけなんですね。次に神経陰性の痛みなら神経痛に効く薬を服用することもいいでしょう。また強すぎる神経刺激を過敏に感じていらっしゃる場合でしたら、自分でマッサージなどをすることによって過敏すぎたり、痛みとして誤って情報を上げてしまっている神経をマッサージでこう緩めていく、痛みを和らげていく、自分でセルフコントロールができていくという状況に持っていきます。血流が改善することによって膣の粘膜、そして皮下組織が潤ってくる、分泌しやすくなるということも自信を取り戻す結果になり、心からのアプローチにもいい影響を与えていきます。マッサージによって得られるものはそれだけではありません。神経陰性疼痛の場合にはですね、非常に濡れないことをコンプレックスにしている、濡れなくなってきたということを悲嘆して痛みを感じやすくなってしまっている女性も少なくありません。ですからマッサージによってですね、自分自身の自信を取り戻していくということは神経陰性疼痛においても大きな影響を与えることができます。これらとはまた別に、神経陰性の疼痛として性交痛を感じられていらっしゃる場合には、性交に対する自分の価値観、固定概念、これまでの人生の中にある土壌、これらの捉え方そのものを変えていく認知行動療法が必要になってくる場合があります。性交に対する認知の歪み、具体的にはですね、性行為は痛いものだとか、悪いものだ、汚らしい、したくない、辛いことだ、このような認知をですね、少しずつですね、この認知の歪みを変えていきます。これにはですね、訓練も必要ですし、心理学的なアプローチ、医師としての専門的な知識も必要になります。ぜひお気軽にご相談ください。このですね、いろいろなアプローチをすることっていうのは一見回りくどいし、これさえ飲めば治るとかですね、これを塗れば治るとかですね、そういう傷の一つですね、この炎症などを伴う痛みの場合には非常に効果的で抜本的になるんですけれども、あとの2つの要因も深く絡み合っていますから、なかなかその一つの薬だけやっただけではなかなか痛みというのは取りにくいものです。特に6ヶ月以上続く痛みに関しては慢性痛として脳や脊髄が覚え込んでいることがあります。それほど強くない刺激、不快な刺激でないにもかかわらず、性行為に対して性交痛を感じられる状況というものを脳や脊髄が作ってしまうこともあります。ぜひ自分でできること、マッサージケアであったり、またマインドを整えるヨガやピラティス、これらによって体自身デリケートゾーンを鍛えていく、
自信を取り戻していくステップ、これらによって心と体を整える。一見遠回りそうなんですけれども、これらが性交痛を根本的に治していく原因へのアプローチとなります。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。